Bonjour, konnichiwa. このユニットで毎日の生活をフランス語で言えるようになります。今日のビデオは乗り物について、どの乗り物を使って仕事行ったりするかということをフランス語で言えるようになります。なので単語の勉強は乗り物と、まあ、それにあたる動詞です。今日の文法は否定形。このビデオではなくて、それとつながっているビデオで否定形の復習勉強ができるようになります。それでは早速、このビデオが終わりましたら、乗り物についてどの乗り物を使っているかということが言えるようになって、そして毎日の習慣について少し話せるようになります。それでは早速始まりたいと思います。はい、教科書ですね。こんな感じですけれども、これで基礎の乗り物ですね。まず、se déplacer は移動する。どうやって移動していますかとフランス語で言えるようになります。répéter les phrases。文章を繰り返してください。je prends ma voiture。je prends。じゃあ、いつも通りに音節をやりましょう。je prends ma voiture。répéter。je prends ma voiture. 車に乗ります。je prends mon vélo. je prends mon vélo. 自転車を使っています。自転車を利用しています。je prends mon vélo. その後は je prends の活用を紹介しますので心配はしないでください。je prends ma moto.バイクに乗ります。Je prends ma moto. 続きまして、Je prends un taxi. taxi. Je prends un taxi. タクシーに乗ります。Je prends le bus. バスに乗ります。Je prends le bus. Je prends le bus. Je prends le métro. Je prends le métro. 地下鉄に乗ります。Je prends le train. Je prends le train. 電車に乗ります。Je marche. Je marche. 歩きます。Je prends le je prends l'avion. Ah, pas de ce que si freeze, c'était masse. Oui. Je prends l'avion. Je prends l'avion. 飛行機に乗ります。いいですね。で、クラスの時に、まあ、この画像はどれに当たりますかということでも、そうですね。それをクラスでやります。Après, lisez le texte. このテキストを読みたいと思います。で、これを基礎にして、まあ、自分が何に乗ってるかということ、あと乗っていない、今回は否定形で後を紹介しますけれども、否定形の勉強の復習としてやりたい、ビデオの後に否定形の復習 のリンクつけますので、じゃあ読みたいと思います。少し字がを小さいからズームしますね。moi、じゃあこういうふうにしましょう。moi, j'ai un vélo. 私は自転車を持っています。répétez, moi, j'ai un vélo. pour aller au travail, pour aller au travail, 仕事行くのに、je ne prends pas, これが否定形ですね。乗らない。je ne prends pas ma voiture.車に乗らない。仕事行くのに車に乗らない。Je prends mon vélo. Je prends mon vélo. 自転車に乗ります。Pour aller au travail. Pour aller au travail. 仕事行くのに行くために。Ma femme.私の妻 ne prend pas le bus
pour aller au travail, ma femme ne prend pas le bus. 私の妻は仕事行くのにバスに乗らない。Elle prend la voiture. Elle prend la voiture. 車に乗ります。車を使っています。Pour aller à l'école, pour aller à l'école, 学校行くのに mes enfants, 私の子供たち ne prennent pas le métro. Ne prennent pas le métro. 地下鉄に乗らないです。ちなみに ne prennent pas は複数の形。Il prend は一人の人は il prend。複数の人は il prennent。発音が違いますけれども、この動詞は違うビデオで紹介します。Il marche. Il marche. 彼らは歩きます。Ils ne prennent pas le métro, ils marchent. 彼らは地下鉄に乗らないで彼らは歩いています。否定形と固定文ですね。両方書いてあっていいです。で、もう一度、これを読んで覚えてもらいたいと思います。で、その後は自分の友達、自分の家族について紹介したいと思います。紹介してもらいたいと思います。で、例があります。Mon frère, 私の兄弟、お兄さんだけど、mon frère habite à Paris. Mon frère habite à Paris. 私のお兄さんはパリに住んでいます。で、パリという街ですから、乗り物が少しね、想像できると思います。Il ne prend pas la voiture. 彼は車に乗らないですよ。Ou le taxi. またはタクシーに乗らないです。Il ne prend pas la voiture ou le taxi. ou はまたはですね。Il prend le métro. Il prend le métro. Il prend le métro. 彼は地下鉄に乗ります。それ以外何乗りますかね。Le bus. バス。ちなみに。フランスでは普通は S は言わないけれども、ブスの S は言いますので気をつけてください。Le vélo、自転車。Ou la trottinette、またはキックボード。La trottinette、フランスでは普通の乗り物となっていますので、trottinette はたくさんあります。ビデオが少し長くなりますので、次のビデオでわずかの動詞の活用を紹介したいと思います。まだ登録していない方は、ぜひ登録をしてください。登録しないと次のビデオがあっても見れない可能性がありますので、とっても残念と思います。このウェブページ、この YouTube で丁寧にフランス語を教えています。目的があって、今回の目的は毎日の生活について話せるようになるのが目的です。今回は乗り物、複数乗り物を覚えて、否定形の勉強は次のビデオになっています。それでは、楽しい週間を過ごしてください。Au revoir!